はい、前川です。今日もですね、一人治療院系を頑張るあたりに向けて有益な情報を送っていきたいと思います。しっかりですね、やれば120万達成するというノウハウ、考え方をですね、あなたにお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはチラシ作りっていうことですね。全然テロップとか出ないんですけども、チラシの作成方法についてお伝えしていきたいなと思います。そして今日の動画ではですね、反応を取れたチラシのパターンを3つ4つぐらいちょっと公開しようかなと思っているので、ぜひですね、最後まで見ていただけたらと思います。では早速なんですけども、じゃじゃん、チラシ一発目っていうことですね。このチラシを今パッて僕出しましたけども、皆さんどこに目が行きましたか？パッて出した時に、きっとここ。そしてここ。で、ここに目が行ったと思うんですね。この3つです。ここの3箇所を強調していてください。どんな人のためのチラシなのか。5分と歩けなかった私が友達と〇〇に。なんだろうという興味を引きます。そしてオファーですね。オファー。今回の特典。連絡先。大体人は見るのはこれだけです。これを見てどうなるのか、どんなんなんだろうと後ろで見ます。で、そこでも同じですね。あ、そうなんだ。あ、お得なんだ。ここ連絡先だな。何をされるのかな。どんな人がやってるんだろう。って感じです。こういったチラシが反応出ます。なので、ポイントとしては、この3箇所を目立たせるっていうことと、空白をなくすということです。こんな感じですね。じゃあ、これも反応があったんですけども、ちょっと、空白があるバージョン。こうですね。どうですか？全然違うでしょ？でも作りは一緒なんですよ。こっちか。見出しがあってね。オファーがあって、電話番号。ほぼほぼ一緒。作りは一緒なんですよ。ただ、ちょっと違うって感じですね。で、裏面は、ほぼほぼ一緒。ほぼほぼ一緒ですね。わかりますか？こういった感じでチラシを作っていきます。これとかもね。一緒でしょ。見出しがあって。これはオファーないですけどね。こういうことを言って。これはオファーですね。こういう治療院ありますってオファー。し、電話番号。裏面はほぼほぼ一緒。これはちょっと違う形ですね。もう実績推しですね。もう監査の声攻めみたいな感じですけども。こういったものだったりとか。あとこれですね。見出しがあって、オファーがあって、連絡先。これはちょっと寂しくないですか？字が細かったりとか、空白があったりとか。これも細いんで、もうちょっと太くした方がいいです。裏はこんな感じ。これまだ開けてないんですけど、いつのチラシやねんってことなんですけど、2年、3年前のチラシなんですけど、開けてないというね、ものがあるんですけど、こういう感じですね。見出しがあって、オファーがあって、電話番号。裏面はもう実績欲しいみたいなね、感じでやってますけども、こういった感じのチラシを作って巻くことによって反応っていうのは取れます。皆さん地域入ってます？こういうチラシ。こういうチラシ入ってます？どうせ入ってんので我慢していませんかとかでしょ？ちゃんと作れてます？それ。うわぁ、またこのチラシ入ってるわ。無理やわ。全然そんなことない。チラシ入ってるんだったらもうチラシやって思われるわけじゃない。また治療院のチラシだって思われるわけですよ。ありがたいじゃないですか。マーケットを作ってくれてるんですよ。例えば今パーソナルトレーナーさんとかが活躍できているのはなぜですか？ライズアップさんがあれだけ広告宣伝を売ってくれてるからですよ。なのでボディメイクっていうマーケットができたんですよ。だからパーソナルトレーナーさんとかは勝てるようになってる、勝てるというかね、稼げるようになってるわけじゃないですか。ライバルがチラシを巻いてくれたらありがたいんです。治療院がチラシを巻いてるっていうマーケットを作ってくれてるんですよ。その中でちゃんと広告を作れたら勝てるんですよ。もっと最高じゃないですか。ありがとうですよね。マーケットを作ってくれてありがとうですよね。まあ、そんな感じですね。今日は、何やかんや、1、2、3、4、5、6パターンぐらい。まあ、6パターンぐらい出してますけども、皆さん6パターン持ってますか？反応を取れるチラシ6パターン持ってたら、まあ負けないですよ。飽きられたら次使ったらいいんで。で、一巡したらもう忘れてるんでみんな。なので、こういった感じですね。広告、反応取れる広告をしっかり持つっていうこととですね、紙媒体だけじゃなくて、ネット、広告もしっかりやっていくっていうことをすればね、治療院で売り上げ100万、120万なんて難しくないです。難しくない。難しいって思ってるのは自分一人でやってるからです。できる人の頭を借りてぜひやってみてください。そんな感じですね。今日はちょっとチラシの話をしてみました。参考になったでしょうか？ではまた次回もお楽しみに。